大家好，我是孟江山我的 Yuki Yen Zhang。はい、というわけで、今日本ではですね、ゴールデンウィークという大型連休に入っていますが、中国でもですね、ウイラウドンジェという大型の休みに入ってるみたいなのですが、皆さんどうお過ごしでしょうか。まあ、僕はですね、普段と変わらず撮影をしたり、みんなと楽しく暮らしています。はい、そんな今日はですね、皆さんから以前いただきました Q&A 質問に回答していきたいと思います。はい、では早速ですね、どんどん皆さんの質問に答えていきたいと思います。じゃあまず一つ目ですね、こんなにたくさんペットを飼ってどうやって家の中を清潔にキープしますか。匂いはどう処理しますか、気になります。ということなんですけれども、掃除は絶対毎日欠かせませんね。朝と夜1日2回は必ず最低でもやるのと、トイレとかが汚れちゃってる場合にはその場で気づいた時にお掃除してあげたりしてますね。そして匂いはどうしてるのですかってことなんですけれども、こちらのオレンジ X っていうものを使って匂い対策をしています。水で薄めて使うものなんですけれども、オレンジのいい香りがして、天然素材なので動物にも優しく、ペットの匂いとかも結構消えますね。ワンちゃん猫ちゃんのシャンプーとしても使えるので、すごいおすすめです。はい、続いての質問ですね、比較的飼いにくいペットとはどう付き合いますか、怪我したことはありますか、怪我したらどう処理しますか、ということなんですけれども、まあ、うちに来る動物ちゃんは保護した子たちが多いので、最初人に怯えてたりとかっていうこともありますね。コツメちゃんも最初はね、結構凶暴でね、僕も腕を噛まれたりして大変だったりしたこともあるんですけれども、毎日動物ちゃんと向き合って接していると、比較的慣れない動物ちゃんとは怪我して痛いかもしれないんですけれども、その分分かってくれるので、愛情をかけるっていうのが僕が一番やってることですね。そして、怪我したらどうするのかっていうことなんですけれども、細菌が入ったりすると大変なので、まあ消毒ですね、傷口に消毒して、そして片栗粉とか小麦粉とかを傷口に塗ったりすると、出血してる場合は血が止まるので、僕はそんな感じで対応してますね。こんな感じでね、細菌も噛まれちゃったりとかもあるんですね。こういうところにこう片栗粉とか塗って、そうするとすぐに血が止まったりするので便利です。肌に合うとか合わないとかあるので、まああまりおすすめはしないかもしれないんですけれども、僕はそういう感じで対応しています。はい、続いてですね、ペットの中に種類は違うけれども仲がとてもいいペットはいますか、っていうことなんですけれども、結構多いですよ、うちでは。まあ、ここにいるコツメちゃん、コツメちゃんはね、イグアナのリグちゃんと仲が良かったり、あとはまあミーアキャットのミーちゃんは猫のステラと仲良かったり、まあ、本当に種類が違ってもみんな仲良く暮らしているので、見ていてほっこりしますね。はい、続きまして、ユーキ流インコの飼い方を知りたいです。私も飼っていますが、包丁の時糞対策はどうしていますか、悩んでいます。それと、ゆうきさん、いつもヘアセットどうされていますか？私全然できなくて、ということなんですけれども、まず包丁時の糞対策なんですけれども、鳥さんって基本的にこう飛び立つ前だったり、くつろいでる時に糞をする傾向があるんですね。自由に飛び回っちゃって糞をするタイミングをつかめないっていう場合はですね、お部屋の中にお気に入りの場所っていうのを作ってあげると、まあ、そこで糞をするようになるので、その下にシートとかを敷いてあげると比較的そんなに部屋は汚れないかなとは思うんですけれども、まあ、そのタイミングっていうのは結構難しいので、僕はそんなに糞に関しては、まあ、気にせず、まあ、しちゃったら拭いてあげるっていう感じにしてますね。うん、まあ、そしてこのヘアセットなんですけれども、まあ、僕はね、本当にもう適当です。天然パーマなので、そのウェーブを活かしながらムンスっていうのを使ってクシャクシャクシャってやって、まあ、スプレーで固めるぐらいかな。本当に適当にやっちゃってます。はい、続きまして、こんなにたくさんペットを飼うには毎月いくらくらいかかりますか、っていうことなんですけれども、餌代だけだったらまあ毎月30万円ぐらいなんですけれども、まあもろもろ消耗品だったり、お部屋の空調とかも管理しなきゃいけないので、そういうのも含めるとだいたい60万円、まあ病院とかにもね行く時もあるので、多いと100万円がかかる月とかもあります。
はい、続きまして、爪のあるペットもいるし、人を噛みやすいペットもいるので、ペットを自分の手のひらや体の上で遊ばせるとき、ゆうきさんはどうやって恐怖心を克服しますか。そして、私もハムスターの子供を飼い始めましたが、手の上で遊ばせる勇気がなくて、ということなんですけれども、僕の、恐怖心の拭い方っていうのは、僕はね、でもね、ちょっと変わってて、噛まれてもアタックしちゃうんですよ。なんか怖いとかっていう風に思わないんですね。ハムスターだとそんな噛まれてもね、こう死に至るとかっていうことはないと思うので、その子の性格に合わせて接してあげるのが一番だなと思ってますね。で、ここにいるこういうハムスターも夜行性なので、昼間とか日中寝てる時はおとなしく眠らせてあげる。ハムスターは安全かどうか噛んで確かめる習性とかもあるので、その辺を踏まえながら毎日こう接してると顔とかも覚えてくれるので、そしたらこの人は安全だって言って噛まなくなるので、そのタイミングで手のひらに乗せてあげると比較的簡単に触ってあげられるかなと思います。あまり触りすぎるっていうのもストレスになっちゃって噛む原因になるので、一日そんなに触りすぎないっていうのがポイントかなと思います。はい、続いて、いつからペットを飼い始めましたか。すべてのペットを元気に育てるのは難しいですか、ということなんですけれども、ちっちゃい頃は、金魚とかワンちゃんとか、亀とか動物は飼ってたんですけど、大人になってから今の子たちを飼い始めたのはかれこれ9年前ぐらいですかね。その頃から動物ちゃんたちを飼い始めました。そして、元気に育てるのは難しいですかっていうことなんですけど、僕はその動物の種の、性質だったりとか食べるものとかを結構調べて飼っているので、そんなに難しいっていうふうには思わないですね。はい。お、続いて日本語のコメントですね。ゆきさんの中国語は本当に上手ですね。ありがとうございます。ペットたちは毎月いくらかかりますか。そして、ゆうきさんは長期間出かけるとしたらペットたちはどうですか。ゆうきさんは他の仕事がありますが、ということなんですけれども、さっき言った通り、ペットたちにはですね、毎月、60万から100万円ぐらいの間っていう感じで、長期間出かけることがほとんどないので、お仕事の都合でもちゃんとお家に毎日戻ってくれるようにしてるので、そこは調整してもらってます。で、もし長期間開けるよっていう風になった場合、できるスタッフさんとかもいるので、その人に任せようかなと思っています。はい、続いて、ゆうきさん、たくさんペットを飼っているのにちゃんとお世話できて素晴らしいです。ペットと仲が良さそうで、動画を見るたびに温かく感じます。ペットとの付き合い方、何かコツありますか。はい、というわけで、付き合い方のコツっていうのは本当に単純ですね。もう毎日毎日触ってあげること、そうするとこう仲良くなれます。どんな子でもね、心絶対開いてくれるので、僕はそこを一番心がけてますね。はい、続きまして、翻訳アプリで中国語のコメントを見ていますかっていうことなんですけれども、もちろん見させていただいてます。実はですね、高校生の頃ちょっと中国語の授業がありまして、そこでね、2年間勉強してましたね。翻訳アプリ以外でもですね、スタッフさんに中国語のコメントを訳してもらって読ませていただいてます。そして僕もコメントを見ているので、もちろんいいねを押したり、簡単な返答やスタンプで返させていただいております。はい、続きまして、動画の中国字幕は誰が作っていますか。ゆうきさんは中国語できますか。こんなたくさんペットを飼って自分の収入で維持していますかっていうことなんですけれども、字幕に関してはですね、スタッフさんがつけてくれています。で、僕が中国語の発音とか喋るときはスタッフさんに教えてもらいながら勉強していますね。学生の頃に中国語をやってた程度なので、ほとんど忘れてしまってるので、今スタッフさんと勉強中です。なので、そんなに喋れないですね。動物ちゃんたちは全部自分の収入で維持しています。はい、続きまして、ゆうきさんは動物関連の仕事をしていますか。毎日ペットのお世話をしているようで、仕事は大丈夫でしょうか、ということなんですけれども、日本ではですね、このように動画を投稿してお仕事をさせていただいているのと、テレビとかにも出演させていただいて、それでお仕事してますね。他にもデザインの仕事をしたりとかも、動物とは関係ないお仕事もさせてもらってます。なので、お世話をしながらお仕事できているので、その辺は大丈夫です。
はい、続きましてですね、ゆうきさんのペットカフェを開設する予定はありますか？もしやるなら日本に旅行に行くとき行ってみたいです。あと、コツメカワウソとお風呂のときカメラマンが誰でしょうか、ということなんですけれども、まあ後々ね、ペットカフェというか、まあ、なんか動物保護施設みたいなのを作りながら、来ていただく方とかにこう動物の可愛さとかを伝えられるものを作りたいなとは思ってますね。その際はぜひ遊びに来てください。そしてカワウソのお風呂場で撮ってもらってるカメラマンなんですけれども、まあ、今もあのこのカメラを回してもらってる男性のカメラマンですね。はい、こんにちは、僕が撮ってます。コツメちゃんの動画に関わらず、まあ、基本的には僕が動画を回しているのでよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで撮ってもらってました。はい、続いて、どうしたらゆうきさんみたいに可愛くなれます可愛くなれますかっていう質問なんですけれども、もう可愛いですかねはい、なんだろう、まあ、特にね、何かをしてるわけではないので自然体でやっております。はい、続きましてですね、ペットを見た方がいいですか、ゆうきさんを見た方がいいですか。うん、まあじゃあ、このチャンネルは両方見てください。なので動物ちゃんも見て、まあ、僕のことも見ていただければと思います。はい、じゃあ、最後の質問ですね。ゆうきさんは甘いお菓子と、しょっぱいお菓子どっちが好きですか。日本はタピオカミルク店はありますか。そして好きですかっていうことなんですけれども、まあ、僕はしょっぱいお菓子の方が好きかな。おせんべいとか海苔がついたお菓子とかは好きですね。まあ、甘いものが嫌いっていうわけではないので、甘いものは普通にチョコレートも食べますし、あんこが入ったお餅とかも食べるし、まあ、何でも好きです。でタピオカも好きですよ。ちなみに最近も飲みました。いちごミルクのタピオカも飲みましたね。はい、はい、そして今回質問以外にもね、皆さん温かい言葉いただいたので紹介させていただきたいと思います。まず、ゆうきさんの動画を見てとても癒されました。ゆうきさん、カメラマンさん、チームの皆さん、ありがとうございます。皆さんとペットちゃんたちの健康をお祈りします、ということで、はい、温かい言葉ありがとうございます。じゃ続いて、ゆうきさんのフォロワー数を増やせ心強い。皆さんぜひぜひ宣伝してどんどんフォロワーさん増やしてください。お願いします。続いて、思い出した、ゆうきさんは学園アリスのノギイルカに似ています。どこに行っても動物に囲まれる優しいキャラクターです。あ、そうなんですね。ちょっと僕、学園アリスのノギイルカくんをちょっと知らなかったんですけど、調べて見てみますね。あー、似てるかな金髪にしたら似るのかな。はい、でもありがとうございます。続いて、ゆうきさんかわいい、1万人フォロワーおめでとうございます。これからも頑張ってください。いやーね、1万人達成しました。本当にありがとうございます。そしてこれからも頑張るので、皆さんぜひ動画見てください。とても好きです。ゆうきさんもペットもかわいいです。日々撮影しても健康にお気をつけください。いやー、体の心配までいただいちゃってありがとうございます。はい、これからもね、楽しく動画投稿していきますので、引き続きよろしくお願いします。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。シファーワダシフィダファンチータイツエンサンリアンチータジャートートーツースシャートゥーザーチェーン。